はい、どうもビチャーモ TV のカージュンでございます。神奈川サイクルスポーツデイズですね。いろんなね、バイクブースが出てるので、それぞれ、乗って、ちょっとご紹介しようという、動画なんですけれども、今回ご紹介するのはこちらですね、 BMC ですね。スイスの、U といいますか、有名ブランドなんですけれども、このバイクなんとですね、緊急で取材させていただくことができたというモデルなんですね。ロードマシーン01ということでですね、まあ、BMC のモデルっていうのはね、割とソリッドな、ね、ネーミングが多いんですね。チームマシーンとか、ロードマシーンとか、タイムマシーンとか、そういう名前が多いんだけれども、これロードマシーンっていうのはいわゆるエンデュランス向けのモデルだったりするんですね。で、エンデュランス向けのロードマシーンって実は最近モデルチェンジされてて、7月に本国スイス、ヨーロッパで発表があって、で、デリバリーが9月からなんですね。で、今日9月の、初旬ということで、まだデリバリーが始まって1週間か10日ぐらいの新しいホヤホヤのモデルで、まだ日本に台数そんなないらしいんですね、これね。なんで、ちょっと展示車なんですけど、乗っていいよということで、ちょっとお借りできたので、今日僕これちょっとインプレッション、乗ってみたいなと思ってます。バイクの特徴としてはですね、前作のロードマシーンに比べるとですね、クリアランス、タイヤクリアランスがひどくなっていて、まあ当然フロントフォークのワイドスタンスですね、このスタンスクリアランス、広がってるっていうのは空力的にも良くなってるんですけれども、ワイドタイヤですね、40C のタイヤまで入るっていうのが、このバイクの特徴だったりします。あとはトレックのようなストレージボックスがダウンチューブについてて、これダイヤル回すと中見れるよとかのがついていたりとか、モデル自体もやっぱりすごく高くて、今日試乗してきたバイクの中だとビッグクラスですね。これ140万ぐらいするらしいです。完成車ですね。フレームじゃないよ。完成車です。フルセットでね。ただ、これよりカーボンのグレードを落としたモデルとか、ちょっと付属品のこういったパーツとかが、省略してるモデルとかだと100万円切ってくる。90万円。ただ、BMC はね、シノさんとかもすごくいいバイクだったよってお話をしているので、ちょっとね、この後乗って確かめてみたいと思います。はい。ロードバイク、お得に買うなら、ビチャーモーレ公式通販がおすすめです。詳しくは概要欄をご覧ください。気持ち51だとね、僕だとサイズ大きめなんですよ、これ。だからハンドルがちょっと高いかな。あ、すげえ。これ、エンデュランスバイクっていうの分かる？なるほど。あ、試乗車じゃないか、ちょっとセッティング出てないですね。あ、すげえ、めっちゃ乗り心地いい。僕だとこれワンサイズ小さい方がいいですね。あー、超乗りやすい。アンカーの RE8 よりレーシー。いや、 BMC やっぱ出来いいよ、全体的に。前回乗った時もすごい良かったし、このバイクもよく出来てる。今カーブずっと緩く曲がってて、力がずっとカーブ方向にかかってんだけど、前の前輪と後輪が一貫した動きしてるんですよ、すごく。他のメーカーもバラバラってわけじゃないんだけど、これすごいピュアですね、動きが。雑味がない。まあそれはね、高いバイクだから、カーボンのレイヤーだったりとかフレームの無駄がないから、多分雑味が少ないんだろうね。向かい風、あ、でも向かい風はやっぱりエアロじゃないよね。普通のロードバイクって。そして乗り心地の良さとか、ハンドリングの良さね。操縦性の良さ。あ、これいいですね。すごいよくできてる。カーブ。アンダーステアですね、カーブは。だからやっぱりグランフォンド向け、エントリーじゃないな。グランフォンド向けのロングライド向け、安定志向のバイクって感じですね。ウルトラディスタンスを早くファストランしたい人とかはベストバイに近いんじゃない、これ。ガンガン乗る人はなんか投資しようよ、こういうバイクにね。すっごい。やっぱいいもん作るよ、やっぱ BMC な。分かるわ、しのさんが褒めてたのかな。サイクルパーツ、サイクルジャーニー、便利で簡単、高い買い取り、詳しくは概要欄をご覧ください。はい、というわけで乗ってきました。エンデュランスロードっていうジャンルっていうのは、正直な話、今かなり岐路に立たされてるっていうか、ちょっと立場的な微妙なところに来てるんですよ。グラベルロードっていうので、タイヤが太いのがあって、不整地でも安定して走れるよっていうジャンルが出てきて、で、そのグラベルロードも、ツーリング向きのモデルと、ファストランのグラベルレース
向けのものが出てきてる。でこのグラベルレース向けに出てきてるものとエンデュランスロードっていうのがすごく近くて、どっちもどっちみたいな部分がちょっと出てきちゃってるんですね。ってなってきた時にエンデュランスロードのじゃあ今置かれてる立場ステータスってどうなのかみたいな部分がちょっと今業界人として自分の中では結構あって、だから実際やっぱりそのトレックのドマーネとか、スペシャライズのルーベね、こういったモデル自体も一時期に比べるとやっぱ人気が落ち着いてきちゃってる。でキャノンデールのシナプスとか最新モデルでスマートシステムっていうのか、電子 の、あのいろんなものがついたりとか、サスペンションがついてみたりとか、レーダーがついてみたりとかライトがついてみたりとか、そういったものを統括管理できるものがついたりとか、そういったいろいろトライが見られるんですけど、この BMC の、ロードマシン01というものに関してはもう正統派だよね。ロングライド長距離をいかに楽に速く走るかっていうところにすごく真面目にフォーカスしているモデルだなと僕はすごく感じました。それはなぜかというと乗って速いんですよ。普通に速さとは何かって言ったら漕いだ時の応答性の良さとか、加速していった時の、なんだろう、推進力の保たれやすさみたいなのがやっぱりロードレーサーロードバイクの文脈だなっていうのをすごく感じました。でなおかつやっぱりストレージボックスであったりこういうのついてたりとか、あとダボもねここについてるんですよ。これトップチューブバッグだよね。トップチューブバッグのダボがついてたりとかね、まあこれとかお好みだったりはするんですけど、やっぱりサドルバッグをつけて乗るにしてもここに重たいものあんまりつけちゃうとバイクすごく重たくなっちゃうんですね。で実際のところ走っていながら手にしたいものっていうのはこのフィードバッグっていうのここにつけたいし、あとダウンチューブにここにつけるぐらいだったらここの中にあんまり使わないストレージとか工具とかをこの中に入れちゃった方がマスの集中的にはバイク扱いやすいわけですよ。だけど一般ユーザーさんでそこまでやる方っていうのはなかなかやっぱりいない。後付けのこういったものをつけてアンバランスなバイクでのんびりのんびり乗っちゃう。だけど一部のユーザーはそうじゃないんですよ。長距離を早く走りたいっていう方は当然いるわけ。ブルベでもベストタイムトップタイム狙いたい人っていうのはやっぱちょっといるんですよ。僕もやっぱそういう口だったね。でやっぱり早く走れた方が寄り道もできるし体力も取れるし睡眠時間も取れたりするわけですね。そういった、ウルトラディスタンスもそうだし、ウルトラディスタンスじゃなくてもロングライドのファストランやりたいっていう人だとこのバイクっていうのはおそらくかなり近いベストバイになってくる。ロングライド向けのバイクで100万150万140万出したいかっていうとそれはもう価値観になってくるんだけど、でも今やっぱりそのキロに立たされてるジャンルの中でこれだけ真面目に作ってるっていうのはやっぱね、ちょっとこういったモデル高いレベルで走りたいなっていう人にとっては十分選択肢に入れていいと思う。レース志向とは違う話だよね。で実際マスとして小さいからそこにすごく投資していいバイク作ってるっていうのはやっぱりちょっと限られてくるんだけど、でもこの BMC はやっぱそのメーカーの良さがすごい出てるなと思った僕はね。だから速くも走れるけれどもレースの文脈の速さじゃないんですよ。ロングライド楽に速く走るっていう部分ですごく優れてるバイク。まあ当然ハンドリングとかはやっぱねレースバイクに比べるとちょっとだるいんですよ。だるいってどういうことかって安定志向なんで、疲れてきた時上半持ってもここ握っても下握っても似たようなハンドリングになってるね。でハンドル狭めてもそんなに変な動きにならないように BB ハイトとか重心バランス整えてる。すごく真面目なバイクだと思いました。日本人おそらく初めての試乗と思われるので、まあ日本語でこういったね僕のインプレッション参考にしてくれる方どれぐらいいるかわかんないですけど、まあ、ちょっとね、ぜひちょっと BMC のバイク、ロングライドの速いバイクね、検討している方はね、ぜひ参考にしていただくといいんじゃないかなと思います。というわけでですね、日本初試乗、初インプレじゃないかなと思われる、BMC ロードマシン01ですね、こちらの方をお届けいたしました。はい。